最初の中世のお城と城の塔がでかすぎたんで、この中世の市場のサイズ感がめちゃくちゃちょうどいいと思ってます。皆さんこんにちは、人生オリゴムルだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター中世のお城の続きになります。前回の動画でこちらの城の塔に組み替えました。今回の動画はこちらの中世の市場に組み替えます。中世のお城と城の塔の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは中世の市場に組み替えます。中世の市場です。はい、完成しました。最初に作った中世のお城と2番目に作った城の塔と比べて結構割とコンパクトになりました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で1時間30分かかりました。まず中世の市場のミニフィグは全部で3体です。ちなみに唯一変わったところはこの2体のミニフィグのフェイスパーツが入れ替わってます。ちなみにこんな感じで顔だけ交換というのはレゴクリエイターではよくあります。はい、続いては武器商の屋台と中世の市場で作れる大木を見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。武器商の屋台自体も少ないパーツでよく作られております。僕が10歳の時に発売されたレゴキャッスルの武器庫セットを思い出します。側面のこの部分に剣があって、反対側に槍があります。ちなみに屋根のカラーは赤系の色になっております。続いてはこちらの木を見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。この門のアーチパーツを使って木の枝を再現しているところがとてもいいと思います。で、根元はこのようになっていて石があって、あとはカエルやキノコがあります。ちなみに葉っぱの造形はこのようになっていて、この2段は一緒で、一番上はこのようになっております。で、この木には2体の鳥がついてます。ちなみに鳥の造形はこのようになっております。ちなみに鳥は2匹とも全く同じです。はい、続いてはこちらの中世の市場を見ましょう。最初の中世のお城と城の塔がでかすぎたんで、この中世の市場のサイズ感がめちゃくちゃちょうどいいと思ってます。ちなみにこの中世の市場も小さいパーツがめちゃくちゃ使われていたので作るのがすごい大変でした。まず正面はこのようになっていて、横側はこのようになっていて、後ろはこんな感じです。ちなみにこの部分がヒンジになっていますので、このように角度を変えて動かすことができます。そしていつも通りこの部分とここにジョイントがありますので、中世のお城と城の塔と拡張して遊ぶことができます。では近くで言いましょう。まずこの部分が見張り塔になっております。見張り塔のデザインについては、簡単に言えば中世のお城の見張り塔をちょっと小さくした感じですね。これ自体は小さいんですけど、こんな感じで小さいパーツで装飾を再現していますので、すごい完成度は高いです。そしてこの部分がフラッグになっていて、赤色と白色があって、真ん中にレリーフがあります。そしてこの部分が橋になっていて、下の部分は水路になっております。ちなみに見張り塔の内部はこのようになっていて、2階のこの部分にろうそくがあって、この部分は牢屋になってます。ちなみに牢屋はこのように開くことができて、内部はこんな感じです。ちなみに3つの作品の中で一番狭いです。続いて中央のこの部分はおそらくなんですけど、パン屋なんじゃないかなって思います。ここにパンがあって、これがチーズで、これは多分塩コショウだと思います。この部分がかまどになっていて、ここにリンゴがあります。反対側のこの部分は水が入っている樽と蛇口になっております。後ろ側はこのようになっていて、この部分が階段になっていて、で、反対から見るとここに宝箱があって、簡単に取り出すことができます。ちなみに宝箱の中身は
はい、こちら骸骨の頭と腕と足が入っております。これ組み立てた時に一番衝撃でした。この宝箱の中に宝石とか入るんじゃないかなって思ってたら、まさかの骸骨が入るという、これはめちゃくちゃ衝撃的でした。はい、そして最後は風車小屋を見ましょう。名前の通りこの風車がめちゃくちゃ目立ちます。ちなみに風車小屋の建物の作りについては、中世のお城と城の塔とほとんど一緒ですね。茶色いパーツと黄色いパーツで作られております。後ろから見るとこのようになっていて、この部分は多分ソファーなんじゃないかなって思います。ちなみに下側はこのようになっております。ちなみに風車小屋のドアはこのように内開きになっております。風車はこのように回転させることができます。こんな感じで早く回すこともできます。はい、ミニフィグと屋台と木を並べるとこんな感じです。これは3体のミニフィグだけでも結構割と十分なんじゃないかなって思います。まあ欲を言えばあと1体ぐらいは入れて欲しかったなって思います。はい、レゴクリエイター中世のお城の中世の市場はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター中世のお城の中世の市場に組み替えてレビューしてみました。動画でも結構言っているんですけど、最初に作れる中世のお城と2番目に作れる城の塔が結構でかすぎたので、この中世の市場はサイズ感的にすごいちょうどいいと思いました。ギミックについては2つの作品と比べて少ないんですけど、初めに作れる中世のお城の雰囲気を出していて、とても素晴らしいと思いました。はい、今回の動画でレゴクリエイター中世のお城の3つの作品を全て作り終えました。3つの作品の中で一番良かったのは今回の中世の市場でした。あの結構話しているんですけど、中世のお城と城の塔が結構デカすぎて、サイズの割には結構ミニフィグが少なかったりちょっとデカすぎたんで、この中世の市場がめちゃくちゃしっくりきました。あとは小さいパーツがたくさん使われていて、塔の見張り台のこういった造形や風車の屋根の作りも結構良かったので、今回はこちらの中世の市場にしました。でこのレゴクリエイターの欠点を一つ言うのであれば、やはりミニフィグの数が少ないところです。このレゴクリエイターが1万5000円しますので、値段の割にはミニフィグの数が少なかったので、追加するのであれば、まあ、2体ぐらいは入れてほしかったなって思います。今回のレゴクリエイター中世のお城はとても良かったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。